ミスターメッツミスターメッツはメジャーリーグの球団ニューヨークメッツの公式マスコット。1963年にメジャーリーグに初めて登場した球団マスコットである。ニューヨークメッツが創立されて2年目の1963年にメッツ主催試合のゲームプログラムの表紙に頭が野球のボールになったキャラクターのイラストが登場する。翌1964年にメッツは 本拠地をポログラウンズからシェイスタジアムに移し、この年間客の前に着ぐるみのミスター・メッツが初めて登場した。その後1960年代のうちに女性のミセス・メッツや3人の子供、リートル・メッツが次々に登場し、球団のコマーシャルなどにこれら家族が登場するようになっていった。その後年代ごとに複数の担当者によって、 ミスター・メッツが描かれてきた。現在メジャーリーグの各球団がプロモーションのため所属選手のボブルヘッドドールを配布することがあるが、メッツが最初に作ったボブルヘッドドールはミスター・メッツを肩切ったものだったそうである。2000年にメッツは公式戦を日本の東京ドームで行っているが、この時にはミスター・メッツも同行している。公式サイトによれば、 アメリカやカナダ以外の海外のメジャーリーグ公式戦に初めて登場したマスコットだという。2002年4月14日にミスター・メッツの40歳の誕生パーティーが開かれ、この時はメジャーリーグ全球団のマスコットと参加マイナーリーグのブルックリン・サイクロンズのマスコットが集まった。また2003年にメッツの一類種だったトニー・クラークはシーズン当初に背番号 レイレーをつけてプレーをしていたが、6月にクイーンズ区の学校訪問をした際、生徒からミスター・メッツに何があったのと質問され、シーズン途中で背番号を52に変更したというエピソードがある。2007年にマスコット栄誉の殿堂入り表彰を受けた。メッツの最初の公式戦が行われた1962年4月11日が、 ミスター・メッツの誕生日とされている。当初味方チームの応援のしすぎで声を失ってしまい、現在は喋れないが、12カ国語のジェスチャーができるという、ありがとうございます。